アーサー・ヒル・ハッサルアーサー・ヒル・ハッサルは、イギリスの医師、薬剤師、顕微鏡学者である。公衆衛生や、食物の安全性に関する著書で知られる。下界の家5人兄弟の罰師として、ミドルセックスのテディントンで生まれた。リッチモンドで学んだ後、ダブリンで、おじのジェームズ・マレーのもで1834年から、見習い医師となり、植物学や海洋生物を研究した。 1846年に健康と病気の人体の顕微鏡的解剖学2巻を出版した。旧ーガーデンで植物学を学んだ後、植物学、特に泡水槽に関する記事を執筆した。1850年の著書、ロンドン住民に供給される浄水の顕微鏡的試験は人々の注目を集め、水の衛生の改革に契機となった。 1850年代に食品への混入物を研究し、彼の報告が医学雑誌、ランセットに改革家のトーマス・ウェイクリーによって掲載されると、1860年に粗悪食品防止法が施行され、その後の規制につながった。ロイヤルフリーホスピタルの医師としても働いたが、健康を害し、1869年にはト島に移住した。 ワイト島に療養所を設立した。1878年以降、温暖な気候を求めて、主にヨーロッパに暮らした。サンデモで家族と暮らし、夏はルェルンで働いた。この間、結核の天地療養についての著作を行った。著書にアンリモアンドザウェスタンリビエラクライマティクリーアンドメディクリーコンシガード、1893年には、ジジ伝ザナラティブオブ。 ABG Life を出版した。解剖学の分野で、ハッサル固定や、ハッサルヘンで固定などはハッサルにちなんでいる。ハッサルは、植物の学名で命名者を示す場合に、アーサーヒルハッサルを示すのに使われる。著書、ロンドン住民に、ノズハンフード、イッツアダルターシャンズ、アンドザメソッツフォーゼアーディテクション、1876の、ズハンザインハーレーション。 トリートメントオブディジーズオブザ・オーガンズオブレスパーション、インクルーディング・コンサンプション、ロンモンズ、グリーン、アンドシーオー、ロンドン1885。ありがとうございます。